です。というわけで今日は沖縄に来ました。パチ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 、人生初の沖縄です。というわけで今空港に着いたので、これからレンタカーを借りに行きます。行ってきます。今星梅がほっぺたに2つ入ってます。というわけでレンタカーを借りて、今からなんだっけ、ソーキそばを食べに行きます。食べたことある？ない、初めて。どういうやつなの？全く分かんないね。見た目うどんっぽくない？うどん？うん、ソーキそばってあれでしょ、確認みたいなやつ。そうそうそう、楽しみ。だがしかし、レンタカーを運転するつもりがちょっと睡眠不足で貧血でして、助手席担当させていただきます。ゆうなつきです、よろしくお願いします。責任持って座らせていただきますので、よろしくお願いいたします。頑張りましょう。はい、昨日の睡眠時間は1時間半です。ちょっと編集に追われておりまして、完全に寝不足ですっていう感じです。行ってきます。お腹すいたね。ここどこ行く？大使食べてみて、元気だったら。でも元気になってきた。元気になってきた。そこまあ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 、ちょっと良くなってきて、血色が。ひろちゃん食べるの初めて。食べたことある？うん、前回宮古島来たことあるんだけど食べなかったから。きらめめな食べ物何？まあ、ソーキそばですか？沖縄そば。ゴーヤチャンプル。ゴーヤチャンプル。沖縄。あれ、耳が。耳が。耳が好きだっけ？あと、あれ、豆腐。ジーマミ。ジーマミ豆腐。あれ、大好きだわ。なんかすいた。やばい。あのモード入りそう。何のモード？お腹すいた、お腹すいたモード。やめちゃ、いただきます。いただきます。吸引力意識してるわ。うまっ。うん、うまっ。優しいね。うん、これで厳しくしてくんじゃない？厳しくして厳しくして、気になる。いただきます。うん、うん、ありがとうございます。うまそう。これジューシーって何？炊き込みご飯。何の？豚の。そうなの？沖縄名物なの？うん、うん、美味しい。うん、今から国際通りに行きます。ワクワク、ワクワクさん、楽しみ。うん、何があるか分からんけどね。知識ゼロ。マジ間違いない。行ってきます。
沖縄に来てイオンに行ってスタバに行ってユニクロを買いました何をしてるんでしょうか私たちは。どこでもできることしてる相当下手よ。そうだね、旅行マジで何しに来たか、どこ行けばいいのか分かんねえんだ、別の人が来ました。あ、そうなんだ。うん、うま、三品茶おいしゅうございます。私食べたいの見つけましたんで、お発表してよ。こちらこちらです。海ぶどう、ジーマミー豆腐、島らっきょう、もずくの4点セット。お好きそうやろ。うん、4点セットです。どれから食べる？ぶどう。ぶどう食べたことあるかいな私。あるよ。合う？辛い。うん、ごま油。うん、ちょっと辛い。ちょっと辛い。うん、うまこちらジューシーです。ジーマミー豆腐これさ、うん、当たり前だけどかもしれないけど自家製かな。食べたことないぐらいびっくりして、ない。お土産のジーマミー豆腐しか食べたことなかったから、うん、ま、ごま油で食べるんだけど、いや、ここの味付けなんか特殊って書いてある。予習したの。うん、ジューシー。いいんですか、いただいて。はい、お先にどうぞ。うん、パウチの豆腐と全然違うね。パウチ？うん、全然違う。どう、ジューシー。ジューシー、素朴なんだけどね。違うんだって、お昼のと。違う違う、ひじき入ってるし、もっと素朴かも、何が。これ、めっちゃ後低い。うん、めっちゃ素朴でしょ。うん、でもなんか、うん、旨味ぎっしり系じゃない？そうなんです誰？なんかあるのよ。お刺身です。真ん中がシャコガイと、お魚のバターガーリックみたいな。ガーリック、オリーブオイルとニンニクバター焼きみたいな感じです。アヒージョみたいな感じらしい。と塩辛シャコガイ、いただきます。うん、やばい、めっちゃうまい、めっちゃ好き。え、こちらがそんなに、うん、ちょっとハードル上げすぎたか。ちょ、真ん中食べてみ。これ身のとこ肝、本当じゃない。1回目か、1回目いくわ。うん、サクサクやろ。うん、うまっ。じゃ肝も食べてみてよ。え、あと食べないの？いいの？食べたいの食べなさいよ、あなたおじさん。うん、うん、肝食べた？どう？え、食べた方がいい。ラテ飲み物頼む？うん、ラテも頼もうかな。いっちゃいっちゃい。シークワーサシークワーサーサワ塩の。めっちゃうまい。マジ？うん、俺はめっちゃ好きで。何味？魚納品すぎる回答が魚味。うん、うまっ。この回めっちゃ好きなんだけど。結構刺さってるよ。これ食べたらお酒飲みたくなる。さすがですね。わかんないですお酒飲みたくなるっていう感覚に憧れる。いやー、シークワーサーサワー。うん、めっちゃ苦めのキモイカ。これいかがでしょう。これもう苦味しかなかった、ね。スイカの海ぶどうです。勝手な偏見だけどさ、うん、なんか沖縄料理ってもっと癖があるのかと思ってた。名前も複雑だし。言いたいことわかるよ。意外と素直というか、癖ないよね。癖がなくて食べやすい。素直がいいんだ。素直に行こうよカレーは甘口よ
いや、それはこれは違いけど、カレーは甘口。これちょっと気になるね。これ沖縄料理かなじゃない。うむくじ紅芋の揚げ餅。はい、商品説明お願いします。アグー豚の厚切りチャーシューです。以上ですか。まあ情報によると、うん、元は裏メニューだったらしい。うむくじ、うむくじです。うむくじ食べてみたい。どうぞ。これ絶対沖縄でしか食べれない。そりゃそうでしょ。おっこ熱い。うまっ。めっちゃ美味しい。こちらがうむくじです。梅干しみたい見た目、うん、めっちゃ美味しい。何味？紅芋の？紅芋の紅芋でしょ。どういうこと？すごい。あ、でもめっちゃ好きかも。この座り方大丈夫？いいでしょ。叩き散らかされない、うん、叩き散らあんよ痛いからしょうがない。テロップで入れて。何が？彼は左足に桃缶を割っている。今の説明はまんま使わない。なんで梅田くんがこの座り方なのかというと、膝が曲がらず左もも上部に膝をもらっています。膝いただいたんだ。膝もらった。だいぶ強めに、うん、深めに。これしかも時差であげるからさ、撮影に撮影は12月ですって書かないとさ。桃缶食らったんだなっちゃう。12月です。濃くない結構、うん、卵ボーロみたい。え卵ボーロ。卵ボーロをちょっと大きくして紅芋の味にして、もっと濃縮して揚げてカリカリにして。じゃあもう卵ボーロじゃねえよ。もちもちにした感じ。じゃあうむくじだよ。卵ボーロじゃねえよ。見た目がね。いやちょっとスイーツっぽいよね、うん、甘じょっぱスイーツ。食べ歩きしたいね、うん、うん、あそれは結構うまいかも。じゃん。ポンデリングっぽいかもね、うん、熱いね。でもこれ夫婦じゃ回避できる熱いじゃない。中だもん相当。かわいい。ありがとう。何よ。何？鬼がわらみたいな顔してる。誰が鬼がわら？鬼がわらおじいちゃんって呼ぶよ。鬼がわらおじいちゃんって呼ぶよ。どうし？気をつけるわ。じゃあメニュー見てるとき鬼瓦みたいな顔してるってことでしょ、うん、いやこっち見て鬼瓦みたいな顔しててすごいね。すごい普通の顔です。で一通り食べたっしょ。うん、わかんない。沖縄料理を一通り食べれたかわかんない。まあ一通り、まあ、満足いくぐらい食べたい、うん、でも全然引き出せてないんだよ沖縄料理。見た人から違う、そうじゃない絶対思われるよね、うん、イオン行かなくていい。いやそういうことご飯じゃなくてご飯も。いやイオンは絶対行かなくていい。もう分かってるよその段階で。初日無駄になってほぼ。いや雨だったっていうのもあるけど、ね、本当はもっとさ活動しようとしてたじゃん。でも思った以上に寒かったのと雨が降ってたので、あと寝不足で私あっ待って、これ YouTube 公開されてた。大丈夫？何が大丈夫じゃない。大丈夫どういうこと？明日 YouTube。
これはクリスマス Vlog を撮るために買ったマイクです。2個入り、クリスマスマーケットです。やっぱいいマイク。あんたが声が小さいよ。いやマイクなんじゃないかな。いや違う。本当に声小さいもん。声小さいんだ。普段から声小さいよ。いや声小さいしちょっとこもってる、ね。そう。いやでも声でかいの。声でかいの。だから対比がすごい。本当に温度差みたいになるから。そう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 。だからもうちょっと大きく喋ってほしい。日常的に。いやもうちょい小さい声にしてほしい。いや無理。うるさいね本当に。無理。日常的にうるさい。本当に。そんなでっかい声で言うことみたいなの多いじゃんやっぱり。そう、うん。私からしたらでっかい声で言いたい。からでっかい声で言ってる。意識的に大きいの声は。うん。伝えたさが声の大きさに反映してるってこと。いやまあまあそういうこともあるんだろうけど、なんかしょうもないことでっかい声で言う時もあるじゃん。うん。別に伝えたいこととかじゃない時もでかいじゃん。でも届けたい。まあまあ届いてるよ届いてるよ、うん、届きすぎてるよ。届かない届きすぎてるよちょっと。届かない。そんな届けたいと思ってないんだよ。なんで届けなさいよ。まあまあまあ、え、デザートはあるのちなみに。本日のデザートっていうのがある。予想しよう一回。え、予想しようよ。塩チーズケーキ、紅芋塩チーズケーキ。紅芋塩チーズケーキ独特だな。予想の仕方が。塩杏仁豆腐。塩なんだ。どうしても違う。ええ、それはまあ自由だけど。沖縄の有名なデザートが分からん。だから予想しようよ。え、塩紅芋チーズケーキ。ちょっと癖すぎないそれか。シークワーサーゼリー。ああなるほどね。俺意外にシンプルにマンゴーシャーベット。あいいね。店員さん来たら行くわ。うん、紹介してくれちゃうかな。まあ、紹介してくれちゃったらそれはそれありがたいよ。いやもう注文済みだからね、うん、後戻りできないから。すいませんすいません、本日のデザート一つください。お願いします。はい、ありがとうございます。説明がなかった。お？どうして？何これ。ベニーも私のこっちじゃない？いや待って、ベニーもアイス聞いてみようか。すいません、これって何ですか？ベニーもアイスクリームです。ベニーもアイス、ありがとうございます。おーすごい。惜しいね私。いや俺も惜しかった。なんで？だってアイスっていうさ形は俺じゃん。先食べますね。うん。引き分けだね。引き分けです。いやダメ、それは無理だよ。美味しい。それは無理だよ。黒糖じゃない？黒糖か。黒糖大好き。食べな。食べていいです。食べない。そんな目の前で大好きとか言われたらあげるよ。なんか大好きって言っちゃダメみたいな。すいません。いやそんな黒糖はいないから。こんな気負わないで。今日の1位は、せーの、海ぶどう。え？え？嘘でしょ。だっておかわりしたじゃん。いやまあそれは1個目が小鉢すぎたからだ。海ぶどう。マジで言ってる。こんだけシャコガイベタ褒めしてたのに海ぶどうが勝ったの。なんでシャコガイじゃないの。ちょっと肝が濃
いところがあった。ランクダウン。かわいそう。いやまあちょっとねえぐみはあったけど。あれで、ね、当時は1位だったの。あれね。海ぶどうが1位になったの。いやランキングのさ査定甘いね結構。激励に触れたんだ車庫街はあなたの。じゃあごちそうさまでしたということで。ごちそうさまでした。ごちそうさまでしたということで。ごちそうさまでした。締め下手すぎない。じゃあ締めて。いやいやいや、そこはあなたが締めないと。びっくりした、マジで虫が頭についたかと思った。めっちゃ美味しそう。これとこれとこれにしました。いただきました。シークワーサー、サルティーシークワーサーソーダです。塩がついてる。満席だって。ギリ、うん、美味しい。昨日もさ、2回飲んでた、お酒だけ濃かったです。溜まってた。うまっ、うまっ。ガーリックシュリンプとロコモコです。目玉焼き、めっちゃ美味しそうじゃない。やばいです。ナイフちょっと欲しい。はい、ナイフちょっとあげます。ありがとうございます。いただきます。いただきます。やば、いただきます。やば、めっちゃ美味しいんだけど。うん、ちょっと食べる。うん、集合。めっちゃうまいでしょ。すごいよガッツキ用は。じゃあフォークもやっぱちょうだい。無理。え、無理。 ありがとう。ハワイ行きたいね。ハワイ行きたい。あれは食べ終わりましたね、隣の方は。いや美味しすぎる。すいません、チョコライス一つもらっていいですか。目玉焼きって頼んだらもう一個くれさせてもらったりしますか。あ、全然全然。じゃあ目玉焼きも別でもらっていいですか。でも食べますね。卵大好き。今何割。3ぐらい。でもしっかり食べたね。めちゃうまい。7ぐらい。ちょうどいいじゃん。なんていい店なんだ。卵で店に迷惑かけすぎじゃない。2回確認しに来たからね。疑われてもしょうがないね。いや普通はでも変更だと思う。変更じゃない、多分丸亀で釜玉に卵3つ入れてくださいみたいな感じ。そんなにじゃなくない。だってもう卵2個食うてるんよ。4つ食う人いないから1人普通はね。いやいやいや、まあまあまあ普通じゃないことは自覚してますよ。なんだこいつ、もうまだ定着してないんだよ。え、あんなに卵食べるってことは上田綾瀬ってなってないってことはまだまだや。卵キャラ慣れてない。うん、2食もいないし、うん、卵4個もいない。いないでしょ。そのぐらいいいじゃない。異常よ。異常なのは自覚してる。普通じゃないことは分かってる、うん、じゃあいいです。じゃあいいね。パンケーキやばくない。米粉らしいよ。
これは打点高めじゃない打点おいただきますね。はい、どうぞ。すごい逆光だけど、うまい。めっちゃ美味しい。うん。美味しい？うまうま、うまになりそう。うまになりそう。馬みたいな足はここにある。間違いない。すごいな。タコライス。タコライス。一口もらわせていただくよ。どうぞ。タコチーズも入ってるじゃん。うん。うん、食べて思ったでしょ。お、これタコライスだな。目つぶってるの食べて、もうわかる。目つぶって食べても、これタコライスだなって。うん。でわかる味じゃない？そりゃそうでしょ、タコライス食べても。ごちそうさまでした。というわけでアメリカンビレッジに到着しました。え、ここさ、インスタで見た。え、見た。ちゃん、シーサーの箸置きかわいい。え、これ絶対買うでしょ。ちょ、何ですか？絶対買うでしょ。絶対買うでしょ。箸置き大好きだもんね。言いましょう。絶対買うでしょ。え、このシーサーの箸置きめっちゃ可愛くない？可愛い。箸置きじゃない？もしかして。これなんだろう。カレンちゃんにもらったんだもんね、前ね。うん。沖縄の箸置き。シーサーセット。可愛い。すっからすっからって言うんでしょ、うん、琉球すっから。ゴーヤを一つと、あ、そういうことか。これでなんでなんとなくなんとなく、こっちは青いか黄色いかみたいな感じ。これにしとこう。それ、うん、じゃあそれで、はい、スプーンは、はい、スプーン2つで、はい、はい、大丈夫です。すごい、かわいい。俺のマグカップもかわして。ちゃんと洗えよ。洗ってるな、いつも。食洗機に入れるなよ、絶対に。うん、かわいい、好きそう。どっちがいいと思う？それで水飲むの。うん、それで水飲むの。これで水飲む。いや、自分で選びな、そこは。お願いします。海だ。嘘。おー、沖縄来て2日目で初海。海ですね。海だ。海です。ちょっとゾイまで行こうよ。うん、ゾわせていただきます。お願いします。寒くない、なっちゃん？大丈夫？全然寒くない。人も多くない？多いね、この辺。うん、行かないの？ゾワないんかい。あ、こっちか。すいません。おー、綺麗だな、めちゃめちゃ。テトラポットも青いわ。どう、サングラス効果は発揮してる？え、多分ね、これ全然眩しくない。つける。眩しいわ、確かに。うお、どう、こんくらい開いてる。こんくらい。どういうこと？え、中では、うん、こんくらい開いてる。外したら開けない。無理。すごい、ありがとうございます。ね、すごいね。イエーイ、イエーイ。イエーイ。オリオンティーはいいの？オリオンティーって何なの？オリオンっていうビールの T シャツ。めっちゃ欲しいよね、あなた。いや、みんな着てるって。着ない人いないって。いや、着ない人はいるでしょ。これは盛りすぎでしょ。
どっけでオリオンティー着てる人一回も見てないよ。みんな着るに来ては少なくね。いや、みんな買ってくんで、ここで。本当に多分めっちゃ欲しがるやん。ちょっとこうシュプリームみたいな雰囲気のやつもあるけど、これじゃない？それロンティー S。 でかいね。なんでなんで、絶対 S じゃないでしょ。さっきアメリカンビレッジにいたんですけど、ちょっと移動してきてマラサダが食べたかったんですけど、一番行きたかったお店がもうソールドアウトでやってなかったので来ました、こちらに。あると信じて第二希望のお店に行きます。ね、すごい、うん、ウィンドサーフィンしてる。すごいね、めっちゃ海じゃん。すごいよ、見て、すごいだよ海。どこだろうね。てかマラサダを食べないと帰れません。はい、シーサー屋さんじゃない。本当だ、めっちゃ可愛いシーサー。あった？なんていう店？これ47番。あ、近いじゃん。あっち？あっち一番向こうじゃん。でもそう、この階だね、しかも。嘘。このまますぐ行ったら。おお、気をつけてね。すごい、アンドだって。はい、アンドの横に立って。これあれでしょ、多分2人で挟むやつだよ。そうだよ、沖縄アンドになっちゃう。違う、え、そこじゃないの、ここ。違う違う、アグネスみたいなの書いてある。なんか上に回っていただきって書いてある。一回上行ってみるか。うん。おお、さっきまで寝てたくせにすごい元気。転びそうになった。ダサ。何すんのかと思ったらダサ。ヒレすごいな、しかも。いけるかな。これだこれだこれだ。よっしゃ、はあ、うわうわ、椅子深め、椅子深め、椅子深め。うん、アサイも絶対美味しいじゃん。こちらがマラサダのプレーンと、なんだっけ、ココア。ココア揚げたてです。やった。マラサダって何なの。揚げドーナツみたい。半分ずつにしない。半分ずっこ、うん、揚げたて。半分ずっこして手汚れるのが嫌な人。こんな手汚れるのが嫌な人は半分ずっこするの。なんでですか。絶対違うの。ありがとう、いただきます。うん、うまっ。うまいよ、うまっ。ね、サクサク、サクサク、うん、サクサク、サクサク、もちもち、ふわふわ、みちみち、もちもち、カリカリ、トロトロ、トロトロ、じわじわ、じわじわ。うん、うまっ。昨日ハンモックに苦戦したじゃん。
骨した筋肉痛だ。首。ごちそうさまでした。いただきます。うん、音声入ってますか？入ってる。こんにちは。桜猫だ。かわよ。めっちゃかわいい。いただきます。気をつけて油。おいしい？ブリ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 粗挽きの、うん、ブリブリ結構粗め？うん、人生一粗め。人生一粗め、うん、おいしいの？うん、やばい？うん、うん、おいしい。食べた方がいいわこれは。 ありがとうございます。人生一粗よめっちゃおいしそうなカレーパン屋さんがある。食べないですよ。もう夜ご飯はすぐそこですから。はい、おいしい。食べるようになったら。うん、もういらないの？うん、夜ご飯すぐそこだから。うん、前髪がさよなら。前髪さよならブラザーズする？いいよ。俺こんなもんじゃないと思う。確かに。美味しい豚食べて。アグー豚？うん。食べて。食べに行きましょうか。決定。はい。すごい可愛い袋。この袋。買いました。めっちゃ美味しい。タイマンとジーマミーと、ジーマミーとなんだっけ、アーサー、アーサーは買えたので今から夜ご飯を食べに行きます。かわいい。こちらに来ました。念願のしゃぶしゃぶ、こんな感じです。で、海ぶどうともずく。すごくないこれ。注文して3分ぐらいできたよ、ね、まずお肉だけで食べて、卵で食べて、お野菜入れて食べるらしい。乾杯。乾杯。今更今日の服がお揃いだということにお気づきで。いや、飲みすぎやろ。うまい。溶いた？まだ。まだね。はい、はい、ありがとうございます。何？あ、飲み物ね。そう。びっくりした。何？いや、何やろうって思った。生卵食べるの久しぶり。確かに。こんくらいらしい。え、穴めっちゃでかいこれ。え？でもそんくらいだよ。もういっちゃうわ、いっちゃう、いっちゃう、いっちゃう。ちょうだいちょうだい。いや、でそう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 。なんか俺が少ない感じが好き。いただきます。へえ、これがおすすめなんだ。塩味あるのかな。うん、うん、うん、めっちゃうま、うん、いや、これでもさ、ブラックペッパー入れれば入れるほど美味しいみたいなとこあるかもしれないね。え、本当にそう。多分私正解だよ。そのうち不正解になるよ。アグー豚は旨味成分のグルタミン酸が通常の豚より多く含まれてるらしい。通常の豚肉の4分1のコレステロールでアクが出ないらしい。ビタミン B1 アミノ酸を豊富に含み、非常に良質な油で柔らかく甘みのある味わいをお楽しみいただけますです。そんなさ、味が濃いわけじゃないじゃん、そんな、うん、これ出汁がね、うん、だからさ、うん、黒胡椒しっかりめが美味しいと思う。豆腐用ってなんだろう。美味しそうです。美味しそうですってなんだ。自分の数が、いや、美味しそうとかでいいんじゃないの。美味しそうですってなんか違和感。はい、お肉シエシエ肉奉行ありがとね。しゃぶしゃぶも久々だわ、めちゃくちゃ。確かに。焼肉食べたいとかないの？いや、あるよ全然。しかも俺焼肉食べてない、やば。
やばい。やばいでしょ、このままでは。このままではオランダに帰れない。寿司も食べてないんだよ。何食べた？ん？何食べた？うん、俺魚しか食ってないわ、マジで。このままでは危ない。狩りだ。え？これがまだ、これもまだ。豆腐よ。うん、赤いよ、めっちゃ。いただきます。うん、うわ、何、辛い、うん、酸っぱい、うん、甘い、うん、しょっぱい、うん、臭い、甘い。え、なんで甘い、え、いや、甘、まあ、甘いも一応通ったんだけど。私は好き。甘いも通ったよ、今。甘いが一番近いかも。ちょっとね、ちょっと食べた方がいい。辛くはない。あー、酒だ。ちょっと苦手。苦手？酒味が強すぎる。うん、お酒に漬け込んだって書いてあったもん。炊飯器です。違うよ。全然違う。米釜？え、何が？しゃぶしゃぶやってたね、今まで。今言ったじゃん、米炊いてるみたいだね。うん、見せ場作っていいよ。え、見せ場？卵を溶き入れるシーン。え、いいっすか、ちょっと。うん、やらせてあげる。いいっすか、マジで。うぃー、あれ、入れるのがないな。今出したからね、そこに。ちょ、これずっと持ってる。食べて。無理でしょ。食べてじゃねえよ。卵好きだから。殻まで好きじゃねえよ。俺の箸でやっちゃってるか、申し訳ないよ。無理。消毒するわ。何を？熱消毒するから許して。どう笑い方。私？しまーす、はい、今日一番の見せ場。え？そんなに？タラリラリラチャッチャチャッチャタラリラ。あいの手うざい。チャッチャうざい。チャッチャうざい。ネギネギネギ。え、何が？ネギそこそこ。あなたの四角にネギがいます。あらあらあら、高さがいいね。ネギのかけ方うまない。うん、上手。ありがとう。美味しそう。はい、ありがとう。ありがとう、シェフ。ここは多分黒胡椒だと思うんだよね。いただきます。熱い？なちゃん、まだ食べる？わかんない。 OK。 熱い？じゃあ取っとくわ。熱、なんで？どういうこと？いや、熱い？いや、知らない。食べてみて。熱い？熱い？これ。熱い？いや、熱いかな。熱いかな。え、熱い？熱い？食べて、感想くれよ、シェフなんだから。おいしいって。うん、ちょうだいで。おいしい。ありがとうございます。何してんの？何？無音で起きたかった。ちょっとやってみて。もう絶対ダメだよ。下手くそすぎる。ガチ？こんなん撮んなくていいよ。なんで？やってよ。やだよ。ごちそうさまでした。オリオンティーです。というわけでアイスを買ってきたのでいただきます。一つ目はデデン、ベニーモアイスミルク。二つ目はデデン、ブルーシールバニラクッキーズ。最後がデデン、サーティワンのポッピングシャワーです。本当食べれるんですか？食べます。ポッピングシャワー日本にしかないのよ。知ってましたか皆さん、赤ちゃんって出てる。あと映ったらおじさんって出るかも。ベニーも好きよね、あなた。
味しい。さっぱりのジェラートみたい。ちょっとねっとり系。うん。しゃっぱり。しゃっぱり。ちょっとシャーベットっぽいっていうのが混ざってるのかな。あ、そうそうそう。お、見た目は普通ですね。バニラ&クッキー。あた一番好きやこれ。大好き。ブルーシール。ブルーシーライス。ああ、なるほどね。沖縄県素材使用。普通のクッキー&バニラなんだ。うん、それも食べなくてもわかりますやん。わかんやろ。わかりますやん。え、カップの食べたことないんだけど。カップとか関係ないやん。わあ、すごい綺麗な渦巻きを描いてくださってます。お礼って。ありがとうございます。いただきます。なんかカップで食べるから違う食べ物に感じる。何だと思ってんの、さっきは。ほんとにこんな味なんだ。ほんとにこんな味なんだ。何がカップバージョンはこういう味なんだってこと、うん、全然違う。やっぱ店舗で食べるのと違う。多分一緒だけど、カップだからってこと。なんか不思議な気持ちになる。すごくカップアイスだぞ。うん、美味しいです。良かったですね。1位はベニーモ。ベニーモ、これも北海道のやつ、うん、え、ね、北海道、北海道じゃない沖縄ってベニーモ有名なの。有名。へえ。ベニーモタルトとかあるじゃん。ベニーモタルトってあれ沖縄のお土産。うん。あ、そうなの。うん、もらったことあるでしょ。もらったことあるけど、あ、沖縄のなんだ、知らんかった。バイバーイ。おやすみ。はい、というわけで空港に着きました。今から東京に帰ります。ちなみに、じゃん、揚げ豚メンチカツサンドとジューシーと、じゃじゃん、最後にシャンピン茶をゲットしました。というわけで今朝の10時なんですけど、帰ります。楽しかったです。バイバーイ。